負けて何が素晴らしい。敗北に価値などない。彼らだけじゃない。サッカーを怪我したお前はサッカーにも見捨てられたんだ。お前は何も分かってはいない。負けたのは俺の力不足だ。みんなついてきてくれてありがとう。キド、ここから始めようぜ。俺たちは新しいサッカーを。春菜、私を引き取るためにお父さんと約束したって。連絡くれなかったの、私のためだったんだね。お前と暮らすためならどんなことも我慢できた。だが、すまない。うん。私、おとなしのお父さんお母さんと暮らせて幸せよ。え？おとなしで、うん、おとなし春菜がいいの。そうか。いい父さんと母さんなんだな。うん。何も変わっていなかった。あの頃と同じまま。ありがとう、お兄ちゃん。関東地区大会優勝チームはライボン中学サッカー部です。やったぞ。自分の大好きなものに嘘をつくな。以上。